キム・ジョンナム氏が殺害された事件です。マレーシアの警察は昨日、殺害された男性の身元をキム・ジョンナム氏と確認したと発表しましたが、遺体の引き渡し先などはまだ明らかにされていません。中継です。はい、次です。遺体が安置されている病院の前です。遺体の身元がキム・ジョンナム氏と確認されたことを受けて、病院の前に集まっていますメディアの数もこれまでよりも増えている状況です。今後遺体がどうなるかについてですが、国家警察は保健省が決めるとしています。その保健省の副大臣は地元紙のザ・スターに対し、通常であれば家族に引き渡すが、今回は重要な案件なのでまだ決まっていないと話しています。昨日警察はキム・ジョンナム氏の家族の協力を得て身元確認したとお伝えしましたが、改めて確認したところ、マレーシア警察は身元確認の具体的な方法は明らかにしませんでした。地元紙のニューストレイツタイムズは、遺体の目や唇近くのほくろの位置が身元確認の補助的な証拠になったと伝えています。一方、北朝鮮側の身元確認に対する反応はまだ出てきていません。遺体のパスポートの名義であるキム・チョル氏としての引き渡しを求めていて、今後もマレーシアと北朝鮮の間で遺体をめぐる駆け引きが続くことになります。